与那本団地を見させていただきましたけれども、次はですね、村上団地の方に行きたいと思います。この村上団地はさっきの与那本団地から5分そこらぐらいです。めちゃめちゃ近いので、だいたい同じ時期にできた団地だと推測されますけれども、ちょっとね詳しいところ分かんなかったんだよね。この団地なんですけれども、超高層団地があります。まあ一般的なね団地っていうのはだいたい行っても5階までなんですけれども、ここは10階建てですね。だからもちろん建てられた当初からエレベーターというものが稼働しているわけですよ。だからもう当時でいうところの最先端の団地と言ってもいいんじゃないかなと思います。この村上という地区はちょっとした言われがありまして、その昔ですね、この村上という場所には祠っていうのかな、その何か祀ってあるような祠っていうか、そういったものがたくさんあったそうなんですよ。で、神様がたくさんいる神様の村ということで、村神という字が使われていたそうなんですけれども、だんだん変化して、まあ、一般的な村上という文字になったわけですね。まあそういう言われがあります。本当かどうかはわからないですけれども、それでね、この村上という場所はですね、1973年に遺跡が発掘されてるんですね。その時に人体のね骨とかも見つかったそうで、この辺りは古墳があったりとか、おっと見えてきましたね。はい、もう見えてきました。ここも団地ということになるのか。村上 1-38 って書いてあるな。おお、正面に2つ見えてきましたね。これが超高層団地です。おお、すげえ。で、ここですね、ここに書いてあるんですけど、村上モールっていうショッピングセンターがあるんですよ。モールなんですよここちょっとねそこに行ってみたいんですよね俺。こっから行けるのかな、ちょっと行ってみましょう。行けなかったら戻りましょう。あ、裏だなここ。ここは大丈夫そうだね。はい、こちらあの有名な超高層団地ということになるわけですね。で、こっち側にもあるんですけど、これは団地なのかな、わかんないね。こちらですね、村上中央商店街ということになっております。ではどんな感じかな。まあこういう感じですね。まあシャッター商店街ですよね。介護系、デイサービス、UR、文化交流センター、やっぱ閑散としてしまってますね。で、その中にいきなりズドンですよ。この超高層団地。すごいね。あ、向こうとつながってるわけですね。この橋によって。で、ここには、セブンイレブンがあるんですけど、セブンイレブンの向こう側にはちょっと広めの道があったりするので、ここはまあ普通にね誰の目にも止まるようなセブンイレブンです。はい、このこっち側は婦人服の池田屋さんですね。そしてこっちの方はやっぱりシャッター商店街ですね。悲しいですね。ちょっと看板で見えないですね。こっちは一般的な団地ですね。横のタイル張りが素敵です。まさか、
ょっとすごいもの見つけたぞ。うわぁ、超高層団地の廃墟だ。あー、ここ廃墟になってますよ。うわぁ、いいなぁ。あそこはあのプラスチックじゃなくて鉄の板が張ってあったんだね。うわ、すごいぞこれ。マジですごいぞ。マジのすごい方だ。うわ、これどうすんの。お取り潰しですか。いやー、すごいね。うわぁ、向こうもだよ。ちょっと激アツじゃないですか。まあ、建物の感じとしてはね、こっちの、まあ、普通の一般的な団地と同じ頃にできていると思いますよ。老朽化もあるし、エレベーターとかもね、エレベーターの老朽化っていうのも進んでいるわけだから、もう維持っていうのは難しいんでしょうね。で、このタイプで維持されているのはちゃんと免震工事がされている場所だったりしますから、いやー、ここはもう使われないんですね。あー、すげーすげー。奥の2棟はもう今カバーがかけられているとこですね。うわ、すげー。こうやってさ、一時代を担った建物がなくなっていくのはやっぱりちょっとグッときます。はあ、本当に素晴らしい。いや、こんなに近くで見られるとは思わなかったからね、ちょっと感動ですよ。13、はあ、ここに住んでた人もいるんでしょうね。うん、見てくださってる方もね、結構団地に住んでいましたっていう方が多かったりするので、ここも住んでた人がいるかもしれないですね。ああ、向こうの団地ももう今取り壊しなんだ。ああ、すごいね。ちょっとね、俺高層団地を見に来たのと、あと商店街を見に来たっていうのがねあったんですけど、でも両方見られたし、それ以上にあの高層団地の廃墟が見られたっていうのは非常に良かったですね。いやー、素晴らしい場所ですね。ここはあのポイントハウス的なものはねないんですけど、やっぱね、このこれですよ、この天高くそびえる超高層団地ですよ。素晴らしいね。ここもね、多分あのこの下にお店を出している人が上に住めるようなスタイルっていう感じかなと思います。うん、でも今はもうそんな店が入ってないですね。村上中央商店街、錆びれてしまっています。ちょっと残念です。でもまだね、この超高層団地がねそびえ立ってますから、まだ大丈夫でしょう。
いやなかなか素晴らしい団地でございました。すごいね、あの廃れっぷりもいいし、あの人がいないっていうあの寂れた感じも素晴らしいよね。あの超高層団地を潰すっていうんだからね、すごいね。もう建物はどんどん古くなっていくし老朽化していくし、どれだけ耐震工事免震工事を行ったとしてもやっぱ限界が来ますよね。だからまあ今が引き際ということなのではないだろうかと思いますね。やっぱねこの日本人としてのこのわびさびみたいなものがねあるなぁと、特にサビの部分ですけれども、そういうのを感じるなぁと思いましたね。はい、素晴らしい建物団地群でございました。はい、ということで今度は次の団地に行きたいと思います。次は高津団地ですね。ちょっとさっきの場所から少しあるんですけれども、それでも少しあるって言っても15分そこらぐらいですね。